いや、本当に最高峰と言いますか、今までまあいろんなビリーナに食べてきましたけども、やっぱり美味しい。本当にやっと本店行けて嬉しいといった、そんなお店、本日行ってまいりました。京都のあの、超名店です。ご覧ください。それでは、クワチャンネル、スタートです。始まりました。こちらのチャンネルはカレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よはですね、インディアゲートさんに行ってまいりました。こちらのお店は京都にあります烏丸駅から歩いてちょっとしたところにありますビリヤニのお店でございます。東京の方々はね、結構カレー好きの方は、イベント出店の中で食べたことあるよっていう方も多いと思いますけども、今回やっと僕もね行くことができました。いやー、これを楽しみにしてまして、いろんなね、その和テイストだったりだとか、いろんなテイストのビリヤニがいただける、そんな超名店、本日ご覧ください。本日のカレードン。こちらがインディアゲートさんのメニュー表。ビリヤニは限定を含む3種類に、その他カレーやタコライスなんかもあります。限定ビリヤニ、カレー、トッピングなどは別の黒板にて。本日注文したのがこちら。鯛だしチキンビリヤニと、京北の鹿とブルーベリービリヤニのハーフ&ハーフでチョイス。追加トッピングのエスニック納豆にスパイス卵、ハーフ&ハーフは麻婆豆腐付きで、ブルーベリーのライターやクラゲとわさびのライター、鹿のロースト肉の色鮮やかさや、他の副菜たちの森の美しさ、目を引くワンプレート。それでは本日もいただきます。まずは鯛だしビリヤニから一口。しっかりと口の中に広がるだし感で本日もうまし。ブルーベリービリヤニのふわりと香るブルーベリーの絶妙な香り、わさびとクラゲのライターやブルーベリーのライターをそれぞれつけて食べてみても美味しく、個人的にはわさびのアクセントが最高。途中で麻婆豆腐と一緒に食べてみて、ピリッと辛めやパンチ力を出してみたり、色鮮やかな鴨のローストでさっぱり美味しく、これは幸せ。中盤にレモンなんかを絞ってさっぱり柑橘系の酸味を足してみたり、それぞれの副菜やおかずなどと一緒に混ぜ混ぜしながら食べ、いろいろな食感の違いや味の変化にもはや悶絶。エスニック納豆もいい和のテイストをプラスしてくれるのでおすすめ。最後に卵を食べてまろやかに仕上げ、口の中で様々に香る香りに幸せを感じつつ、本日ももちろん完食、ごちそうさまでした。ふわふわの風味がすごい。やっぱり口の中に含まれるその出汁感だったりだとか香り、いろんなフレーバーがすごくね、充実していると言いますか、口の中に入れた瞬間にそのもうお米のふわふわ感もさることながら、香りもふわっと立ってきますし、いろんなライターを作っていて、そちらのライターと合わせて食べるのもすごく美味しいですし、ハーフ&ハーフにするとね、麻婆豆腐ついてきますので、そちらの方でちょっとね、パンチ出してみて、辛み出してみてみたいなことを、できる、そんなビリヤニ、そのワンプレートとしての完成度と言います、この嬉しさ半端じゃなかったですね。いや、本当に京都にいる方でこれをね、いつでも食べれるよっていう方、すごく羨ましいと思いますし、もうさすが超名店で、まあ伺ったのは土日だったんですけども、結構遅くまでお客さん入られてました。2時半過ぎぐらいに行ってやっと、着いたかなというところで僕入店したんですけども、やはり土日なんかになると結構ね、混み合うことも多いですし、平日も混み合うという感じで、あまりね遅くに行き過ぎちゃうと、売り切れの品も続々出てきますので、本当に食べたいものがある方は早めに並んでいくっていうのがやっぱりいいのかなと思います。いや、何度でも食べたくなる、そんなお店、インディアゲートさん、ぜひもう京都に来た際にはチェックして行ってみるのがいいと思います。はい、というわけでカレーにとりこの生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな、皆様また次回、バイバイ。